どうもヒロードです。今回は FFT のアグリアスの作り方を紹介します。分かってます、後ろ髪がドリルなの分かってるんですけど、この髪型にしか再現できませんでした、ね、なぜ三つ編みを採用していないかっていうところは1分36秒ぐらいをね参考にしてもらったら分かると思います。見て分かりますよ。あ、そういうことみたいな。この眉毛の色の数字の左側の60っていう数字のところね、この色のやつって、まあ、ローファーとかブーツとか結構使いやすいので、パレットに1個は入れておくと便利だと思います。まあ、1個作っておくと明るさを下げたり上げたり、またはねちょっと右にずらして赤茶色にしてみたりとかね、左にずらすと黄色っぽい茶色になるし、結構使い勝手がいいんだね。このキャラクターを表すのに必要な部位は前髪だと私は思い、前髪を重視しました。三つ編みというか、まあ後ろ髪を重視すると耳がまず出ますね。それと前髪が足りません。アグリアスに見えますかっていうとそうじゃないと思うんで、私はこの髪型を採用しました。髪型の明るさはマックスです。アイラインは黒赤にしています。アイシャドウは肌の色をペーストするんだ。口紅は少しオレンジにしています。身長は168センチです。今回上下の衣服の色はボーグにも使用します。腕防具は髪色からいじると楽だと思います。ちなみに胸防具のタイプを1にするとこんな感じです。まあ最初これにしてたんですけどね。腰防具は上着の色をペーストし、腕と足は下着の色をペーストします。アクションは氷だと思うので、ソーソーかソーキューがいいかと思います。はい、以上です。要望や感想がありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。